どうも皆さん、おはボンバー、ボンバチャーボンバーは徳島のパンダキンです。いつもご視聴とコメント高評価本当にありがとうございます。さあ本日もね、ドッカンバトルやっていくんですけども、今回の動画ですね、スペシャルステッカー動画となってるんですけども、私、過去にいろんなキャラクターにね、スペシャルステッカー貼らさせていただきました。うん。で、そのね、スペシャルステッカーの動画の再生リストを作ってあります。概要欄にね、URL、貼ってますんで、ぜひね、お暇な方は、そちらも見ていただいてですね。で、今回の動画なんですけども、その、数々貼ってきた中で、これ意外とステッカー映えしたなっていうキャラクターをですね、5体、この動画にて紹介していこうかなと思いますんでね、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。もうびっくりしますか？意外とね、意外とこのキャラ映えたなっていうキャラがね、おるんですよ。その5体が、こちらでございます。この5体でございます。で、私のね、スペシャルステッカー動画を毎回見てくれてる方はもうご存知かと思うんですけど、もうこの5体がですね、意外とステッカー映えしたんですね。はい。まず1体目。そうですね。ウーブ少年期からいきましょうか。ウーブ少年期。よくないですか？このウーブ少年期ね、気弾とかね、気のオーラとか身にまとってないんですけども、意外とステッカー映えしたんですね。っていうのが、後ろの気合を出してる感じのこのエフェクトがですね、いい感じのスピードに出てくれてるんですよね。何ですか、結局ステッカー貼って、エフェクトがどういうスピードで動いてくれるかによっても、ステッカーの映え方が本当に違うんですね。その、いい感じのスピードで動いていったらですね、本当に見栄えも良くなる。とろーく動くやつあるじゃないですか、たまに。ステッカー貼って、もうそれはね、もうステッカー映えしないんで、貼るのをおすすめしないんですけども、このウーブ少年期ね、本当に貼っても損ではないかなと思って、ノミネートさせていただいたんですけども、で、このウーブ少年期ね、イベントドロップさんとなってまして、極限 Z エリアにて、極限 Z 覚醒、できますんで、ぜひ育成してない方、育成していただいて、スペシャルステッカー貼るのもいいんじゃないかなと、思ってます。はい、まず1体目、超体ウーブ少年期でございました。で、続きまして、そうですね、これいきましょうか。極速クーラー。これも良くないですか？これもいい感じにね、エフェクトが動いてくれてるんですね。で、これがイベントドロップさんといいますかね、不思議な宝石所で交換できるんですよ。不思議な宝石で。で、極限 Z エリアにて、極限 Z 覚醒もできますんでね、ぜひぜひ育成してない方、育成していただいてですね、スペシャルステッカー貼っても、かっこいいんで、ものすごくかっこいいんで、ぜひぜひ貼るのをおすすめいたします。はい。まずというか、2体目、極速クーラーでございまして。ごめんね、神々やな、おい。で、続きまして、これいきましょうか。極技。極技合体13号。これもいい感じにエフェクト動いてくれたんですね。かっこよくないですか？これもイベントドロップさんですね。不思議な宝石所で、この合体13号。交換できるんですけども、これ冒険エリアのステージ14の8だったかな、で、入手できます、この技の人造人間13号からのドッカン覚醒、ちょっと育成がね、ちょっと長ったらしいんですけども、ドッカン覚醒、ここまで行ってですね、極限 Z バトルだったかな、エリアだったかな、ちょっとそこらで忘れちゃうんですけども、極限 Z 覚醒。もうできまして、スペシャルステッカーもね、貼れるようになりますんで、で、育成してない方、育成していただいて、スペシャルステッカー貼るのもいいんじゃないかなと思ってます。本当にかっこいいんで、これかっこよくないですか？めちゃめちゃかっこいいと。もう、これ初めて貼った時、意外に、かっこいいじゃんと。ステッカー映えしたじゃんということで、はい、3体目、極技合体13号でございました。で、続きまして、これですね。これはおすすめですね。フリーザ第2形態。極技フリーザ第2形態。ごめんなさい、極体か。これもね、かっこいいです。やっぱりね、気のオーラまとってるキャラに貼ったらステッカー映えするのはもう当たり前と言っても過言ではない。これね、本当に貼るのおすすめ。で、これもイベントドロップさんとなってましてですね。で、極限 Z バトルにて、極限 Z 覚醒もできますので、ぜひね、育成してない方、復刻来たらですね、育成していただいて、ステッカー貼るの本当におすすめします。でですね、これも皆さんご存知の通り、もう敵全体にダメージ、与えてくれますから、本当に初心者さんにはもう作っていただきたいキャラナンバーワンでございます。はい、4体目、極体フリーザ第2形態で
ございました。で最後ですよ、これは意外でした、本当に意外、これですよ、極地メタルクーラー、やばないですか、これは意外でした。うん、めちゃめちゃかっこいいです。先ほど言いました、やっぱりね、昨日オーラまとってるキャラに貼るのは、まあ、ステッカー映えするのは当たり前なんですけども、これはね本当におすすめします。ただこれメタルクーラーってね、あれです、通常ガシャさんキャラで確定枠、まあ、ガシャさんキャラなんですけども、確定枠でちょいちょい、見られるかと思うんですが、これもね極限 Z バトルで、あの極限 Z 覚醒もあのできますんで、ぜひね、あのもし確定枠で、出てきたらですね、あの極限 Z バトルで極限 Z 覚醒させて、あのスペシャルステッカー貼るのをおすすめします。これ本当に意外でした。はい、で、最後にね、極地メタルクーラーでございましたけども、いかがだったでしょうか。その他にもね、いろんなね、キャラクター貼ってかっこいいやつたくさんあるんですけども、まあ、私のねこのスペシャルステッカーのテーマはもう毎回も皆さんが貼らなさそうなキャラに貼ってみたっていうテーマでね、お届けしてますんで、また随時スペシャルステッカーたまに次第ね、そういった動画もまたしていこうかなと思ってますんで、ぜひぜひ楽しみに待っといて、くださいっていうところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。